はい、今回はですね、スノーデン日本への警告という、まあ、この本が、集英社新書ですかね、集英社から出ている本なんですけども、まあ、この本の書評を行ってみ、みようと思います。この本はですね、2016年6月、去年ですかね、東京で行われたシンポジウムの、まあ、記録した本なんですけれども、まあ、このスノーデンという人が招かれてのシンポジウムです。で、このスノーデン、エドワード・スノーデンという人はですね、元アメリカの情報局員で、まあ、CIA であるとか NSA であるとかいった部局で、インターネットであるとか電話の通信傍受、こういうことを手掛けていた方なんですね。それがですね、2013年6月ですかね、その実態をマスコミに暴露 しました、これがいわゆるスノーデンリークなんですけどね、もう違法なレベルのことまで通信傍受を行っているということを暴露したわけですね。で、まあ、それが元で彼はもうアメリカにいられなくなって、まあ、今ではロシアに亡命しているような状態です。で、まあ、折しもですね、日本でも、まあ、国家の監視権限の強化につながる、まあ、某法案がですね、採決されようとしている時期なのですので、まあ、この本はね、まあ、ちょっと読んでおいた方が身のためかもしれませんね。はい。うん。で、まあ、この内容としてもなかなかね、なかなかえぐいです。まあ、もうね、確かに、情報局といっても、国家の情報局、それ、自分たち、それ自体がね、自分たちだけで情報を集めようとしても、まあ、それが限界があるわけですけれども、これはね、まあ、ネット企業から情報をね、まあ、提出させていたと、まあ、いうことでね、例えば、Google であるとか、ヤフーであるとか、まあそういったところからね、もう情報が筒抜けになっていたわけですね。そうなると、つまりはですね、例えばです。何か Google で検索するとしますよね。そうした言葉がね、この人はこの言葉を検索しましたっていうデータがもう言ってしまうわけです。どういうことに関心持ってるかっていうことがもうそれでわかるわけですね。で、あと、まあ、電話なんかにしても、どの時刻に、どの場所から、誰に電話したか。まあ、こういうのをメタデータって言うんですけども、こういうデータがもう全部行くわけですよ。そうなると、もう人間関係とかは、まあ、全部分かっちゃうわけですね。これはね、もうこういうことが筒抜けになってると。で、まあ、そういうことを暴露したわけなんですけれども、まあ、そういうスノーデンリーク、これも大問題になったわけですけども、それを受けて、一応アメリカはね、表向きといいますか、もうそういう違法なことは、やり方はしないと、まあ、一応約束している状態なんですけども、まあ、これはね、実はね、日本人にとっても一言じゃなくて、この、まあ、NSA という部署、国家安全保障局ですかね、アメリカのね。これはね、日本語の通信まで傍受していたわけですね。で、しかもですね、これがね、どうも日本の政府とも協力関係にあったらしいということなんで、これね、この本ね、はっきりと明言はしていないけれども、いませんけれども、どうもね、日本政府も、まあ、アメリカと大して変わらないレベルのその通信傍受をやっているのではないかと。いうことも、まあ、ほのめかすような内容になっています。で、だからこれね、もう今でも、こう、日本ではね、もう、この本に書かれているようなことが、まあ今でも行われているかもしれないわけですね。この上ね、さらにね、某法案が、ね、もう採決が進んでいくような状態になるとね、まあこれは大変なことになりますね。まあ、そういうわけで、これ、
これね、もう今このこういう時世ですか、この本は読んでおいた方が身のために身のためかと思いますよ、本当に。うん、で、まあちなみにですけどね、このスノーデンという人を今ネットで調べるとね、まあこのスノーデンリーク、そういう関係の内容、まあ記事ももちろんあるんですけども、ちょっと変わったところでね、地底人の関係の記事もあるんですよ。これどういうことかというと、どうもね、なんか一説によるとこのスノーデンという人は、どうも地球の内部、マントルですね。そこに何か人類以上の知性を持った存在がいるというふうなことを述べているらしい、まあそういう噂があるんですね。うん。まあこれについてもね、ちょっとね、いや、それを言ってるのはスノーデンではなくて、それを装った偽物が言ってるんだという説もあって、このね、真相がね、定かでないんですけれども、まあそういった、まあことに関心があるならば、ネット上で調べられてみると面白いんじゃないかと思います。ただしです。そういったことを検索したら、そのデータがもしかすると、まあ日本の当局にもう筒抜けであるかもしれないので、まあそういったことは想定した上で、まあ考えられたらいいんじゃないかと思いますね。うん。ね、このね、スノーデンという人、まあ、この本の写真だと割とフォーマルな感じですけれどね、まあ、いろんな写真見てみると、割となんか好奇心旺盛そうなと言いますかね。なんか楽しそうな風貌の方なんですね。うん。で、まあ、この本の中でも自身で、自分はインドア派であるということを述べられていて、まあ、これもしかすると結構オタク的な感性も持ち合わせた方なのかもしれません。だからその UFO だとか地底人だとかそういったことも結構興味があるのかもしれません。なかなかね、ちょっと面白そうな人なんですね、この。うん。ですんでね、本当、面白そうな人物なので、まあね、なんとかアメリカでね、地位を回復してね、いつか本国に戻れる日が来ればいいなと思います。うん、本当にね。